新年、明けおめでございます。今年もよろしくお願いいたします。当チャンネルは紳士の城でございます。女人禁制というわけではありませんが、なるべくしてそうなってしまっております。もちろん、女性視聴者も大歓迎です。大体、主は女好きなので、全く大丈夫です。ただまあ、女性がどう思うか、そこは、ほとんど考えておりません。淑女の皆様には、大層不愉快な内容かもわからんです。なんせ、おっさんが紳士向けに、おっさんの寝言を垂れ流しておるのです。ろくでもないことを口走るのは、いつものことです。聞き捨てならぬときは、ブラウザバックが推奨です。今回は、特に独身の男どものため、黒いサンタクロースから、クリスマスプレゼントかもしれない。まあ、赤いサンタは唯物論者で、心の豊かさを物質的プレゼントであがなおうとするやからですが、黒いサンタは人間の心は精神であがなうべきだ、と思っております。なので、クリスマスプレゼントも、要するにただの世間話です。そして、その黒サンタの贈り物とは、男のモテ術。少し、時期を外してしまいましたが、今朝、クリスマスをぼっちで過ごす、いわゆるクリぼっちおっさんどもの掲示板を見てしまい、その内容に、ああ、これはいかんな。黒いサンタクロースの真っ黒いプレゼント、こいつらのパンツの中に、いや、靴下に突っ込んでやらねば。そんな気がしてしまい、動画配信することにしました。昨今は4人に1人が未婚であるとか、バツイチその他まで含めると、1人未というだけならもっと多いでしょう。そして、その独身者の9割近くが、相手がいたら結婚はしたい。クリぼっち掲示板は、孤独を嘆く声に満ち満ちており。悩める人よ、嘆くなかれ。そんなに苦しまなくていい。そう思った次第。信じる信じないは、あなたの自由。余裕で楽勝、女性がクソ苦手でも、恋愛みたいなもん、どうとでもなる。全部ほんまの話やで。くどいようですが、僕は本気です。冗談でもざれ言でもありませんからね。女性にとっては、当てはまらないかもですが、男性には、とても簡単な話なんすよ。まあ、誰に言っても、まるで信じてもらえないので、半分、ムカつきながら、なのですが、細かい理屈は抜きにして、さっさと結論から先に、申してしまいましょう。まず、かっこいいバイクに乗りましょう。バリバリ乗りこなせるように、バイクのために体を鍛えます。女どもに見せるための、おっぱいプリンプリンの胸板、とりあえず割れた腹筋ではありません。そんなの、バイクには必要ないです。大型バイクもねじ伏せる、強靭でしなやかな肉体です。バイクの上手い人は、自然にスタイルがいいものです。バイクが似合う人は、男も女もかっこいいのです。バイクがお楽しく、ほどほどかっちょいい肉体になったら、俺様しませう。女に受けるかどうか、そんなもの、一切気にせんでよいです。もう、全部俺様。ずっと俺様のターンです。かっこいい。気持ちいい。ああ、たまらんばい。これで全て OK です。もう、これで勝ったも同然。ほぼ無敵の完全体です。これで女も一頃。人生の勝ち組かどうかはともかく、リア充は間違いございません。おい、黒サンタ。貴様というやつは、相変わらず芸がないな。どこが必殺のモテなんだよ。しかも、またバイクと筋トレかよ。そう思った人もあるでしょう。もちろん、これだけではございません。まだ続きがあります。無敵の完全体の俺様で、女の顔を見たら、笑顔で挨拶をしてやりましょう。
余計なことは、何も言う必要はありません。というか、何も言わず、何もせず、そのままほったらかしがいいです。こっちからは振り向きもしない、それぐらいでいいでしょう。あとは向こうからやってきますから、丸投げにしておけばどうにかしてくれます。そこで、どうにかなっておくだけです。そんなんで女が寄ってくるのは、イケメンと金持ちだけやで。そのように思う人もあるでしょう。しかし、それは違うのです。女性というのは、人類という種の存続の担い手で、必ず愛の狩人です。何せ、子育てごっこのお人形遊びと、結婚ごっこのおままごとから、人生を始めるような人たちです。綺麗な言い方でよしておきますが、愛し愛されるために生まれてきて、愛されるために生きて、尽きてゆく。それが女性という人たちでしょう。男性らは、そのことをよく肝に銘じておくべきです。愛されるか愛されないか、それが全てと言ってもいい。女性にとっての恋愛は、生存をかけた戦い。女の尊厳をかけた死闘と言ってもいい。女性らは、常に臨戦態勢です。すごい勢いで、周囲の細かいところまで、全部見ております。めぼしい男。自分に興味を抱いてそうな男。どうでもいいおっさん。自分のライバルになるであろう、他の女。まるで無害、婿の幼女も小娘も。周囲の男という男の、女という女の所持品から仕草から。何もかも見ております。索敵と偵察、警戒に抜かりは一切ありません。周囲をすべて監視しているものと思うといいでしょう。これぞ、と思う獲物がいたら、音もなく忍び寄り、かの時早く、情け容赦なく襲撃します。だから、かっこいい俺様が、笑顔で挨拶なら、それは彼女らにはかもねぎ。こっちが同行戦でも、向こうに任せておけば、次の瞬間には、リアルおままごとのお父さん役は確実です。面倒くさいから、俺は二次元でもういい。そういう無礼を言わなければ、結婚まで一直線でしょう。先手必勝、とこちらから攻めてはなりません。彼女らは常に真剣そのもの、無用の男に対しては残虐です。下手に踏み込めば、機銃掃射で蜂の巣にされても文句は言えません。触らぬ女神にたたりなし。ほったらかしにするのがいいのです。例えば、例のバイク女子というやつですが、変だと思いませんか？バイクに男も女もなかろうに。それをわざわざ、女子と名乗るからには。女の子ですけど、男の世界にお邪魔します。あれはそういう意味に違いありません。ヘルメットを脱いで、顔を見せ、ツイッターやらインスタグラムで自撮りを流します。獲物を誘引する陽動作戦です。最も攻撃性の高い、愛の狩人の一類系でしょう。バイク乗りと繋がりたい。気軽にツーリングに誘ってね。みたいなことをツイッターに書いていたりするわけですが、それに対して何も知らない大型バイクのおっさんが、おい、お前らおっさんのことじゃないからな。そんな恨みのこもった、悔しそうな書き込みをします。あれってやはり、あの大型バイクのおっさんが、自分の経験を書き込んでしまったのでしょうか？あるいは、そんなことないですよ。バイクに年齢は関係ないです。みたいなフォローを期待して、拗ねてみたのでしょうか？どっちでもいいんですけど。いやー、別におっさんでなくとも、ああいうのは、お気に召さなければ、気で厄介になるだけの話だろうと思いますよ。何でもいちいち、おっさんのせいにしないでほしい。ただでさえ、おっさんなんて肩身が狭いんですから。ああいうのは、バイク女子に向かって。俺はよくわかっている大人の男だよ。俺はおっさんでも、あいつらと違うからな。みたいな素敵なおじさまアピールでしょ。同類のおっさんどもを踏み台に、バイク女子に自分だけ可愛がってもらおうなんて。まあ、バッチさます。不潔よ、不潔だわ。
おっさんがどうこう言う前に。女性なんて、こっちからあれこれいじるもんではないです。大体、女性というのは全般に。こっちを見るな。と言いながら同時に。私を見て。私、かわいい。こういう矛盾した人たちなので。冷たいとか無視したとか叱られないよう。とりあえず笑顔で挨拶。いろいろ曖昧とごまかして。あとはほったらかしにして、好きなようにさせておくのがいいのです。実は女性本人も、見てほしいのか、見られたくないのか、自分でよくわかっていなかったりします。可愛がられたいのか、可愛がってほしくないのか。自分で決めてもらわないと、付き合いきれません。本物の熱狂者はともかく、大概のバイク女子は、バイク好き、と言っても、それは多分。女の子なのに、こんなバイクに乗ってしまう可愛い私。というほどの意味でしょう。ぬいぐるみを抱いている女の子と、そんなに変わらんです。女性らは、何でもかんでも。可愛い。超可愛い。みたいなことを申しておりますが、あれは要するに、それを言う私はもっと可愛い、だから可愛がれ、と主張しているだけです。放っておいたら、向こうから物足りなさそうにやってきますので、適当でいいと思います。男性は女性と違い、バイクを撮影しても、自分はあんまりそこに映ろうとはしません。そこに自分の痕跡を示すとしても、自分のグローブかヘルメットをバイクに飾るぐらいでしょうか。純粋素朴に、憧れを愛するのみなので、バイクの写真に自分は映らなくても構わんのです。いや、むしろ本気すぎて一緒に映るとき恥ずかしい。顔出し写真のバイク女子らは、バイクしか映さない男どものことをどう思っているんでしょうね。誇らしく自慢げなようでいて、しかし、どこか決まりが悪そうに自分は出てこない。独特の照れくさそうな男どものあの感じを。女性らが絶望する情愛は、男性のそういう感じかもわからんですよ。余計なことはあれこれ考えず、愛するものをただ崇拝するのに。自分もそんな風に愛されてみたい。女性の願望は、そんなところではないでしょうか。ですから、かっこいいバイクにでも乗って、自分の納得する自分。それで大丈夫です。会えばいつでも、必ずこんな笑顔で挨拶をくれるやつ。寡黙でいいと思います。踊り上手でなくていいし、言葉上手でなくていい。我も汝も、己もヘチマも何もなく、余計なことは何も言わない。ただ黙って、一人で気分よくやるだけ。裏も表もありはしない。そして、それが当たり前。女でなくとも、誰でも彼を好きになりませんかね。女性らは、年中こんなことを言っております。私、迷惑になってませんか？そして、必ずと言ってよいぐらい。私でも、愛してくれる人があるでしょうか？この言葉には、いろんな意味があるのですけれども。やはり、愛されることを至上命題とするからには、自分の好いた己自身、そういう生き方は、女性には難しいようです。実は、男女問わず、自分自身すら愛せないのが人間というやつで、自分のために生きている、と言いながら、実は自分のためにすら、まともに生きられもしない。それが人間である、といつも思います。だから、男はひとまず、自分の好きなかっこいいバイクにでも乗り、見せかけではない、壮健な肉体を己に与え、自分のために生きてみる。それで良いのです。彼女らが、まだ女であるのなら、そういう男は、多分、眩しいはずです。自分自身すら愛せない人間に、どうして他人が愛せるでしょうか。愛のある男。それが彼女らの、絶望する男性なのですし。男なんて、うぬぼれ屋でちょっとバカなぐらいでいい。不器用で全く構わんです。それでついてくる女がいたら、あれこれ言わず、一緒にいたらいいだけです。
それではまた。